それでは解説していきます。で今回はホタルイカの下処理なんですけど、まず目の部分はこうね手で取ってあげて、で軟骨はなんか触った時にちょっとなんか硬いなっていう部分があると思うので、それをねスッて抜いてあげて、であとは口もちょっと硬い部分があるのでそれ取ってあげたら、ホタルイカの下処理は完成です。